はい、皆さんこんにちは。日本留学生、韓国人、サンプです。日本に来て僕が変わったこと、もちろんありますよ。前、日本に住んでた時の僕と今の僕は本当にたくさんのことが変わりました。昔、僕が日本でワーキングホリデービザで1年間生活した時は、僕の家に冷蔵庫、韓国人のお兄さんからもらった電子レンジだけありました。1年間日本で生活した時、まあ、家で料理をしたこともないです。まあ、家で料理をしてもコンビニで辛ラーメンを買って家で食べるぐらい、まあ、家で本当に料理した記憶がないんですよね。いつもご飯は外で食べたり、コンビニの食べ物を食べました。今考えてみたら僕やばいですよね。また僕生きているんですよね。やばい。今は僕が大好きな日本のカップラーメンも、まあ、その時は、1回か2回ぐらいしか食べたことがないです。なんか僕の動画を今初めに見ている人たちは、日本が好きで日本に来たじゃないの?と思う人がいるんですよね。その方々はこの動画を見てください。今の日本の生活、今僕の家にベッドもテレビもソファもテーブルも全部あります。本当にちゃんと日本の生活をする準備ができています。正直最初はね、あれこれ買うお金で貯金したり生活費に使おうかと悩んでいましたが、まあ前と同じだったら、まあ昔のように毎日外でご飯を食べたり、毎日コンビニの食べ物を食べそうで、はい、今はちゃんとあれこれ買いました。そして人は、まあ明日自分にどんなことがあるかわからないんじゃないですか。明日急に僕がスランプになって、あ、ちょっと韓国に帰ろうか、こんな考えをするかもしれないんでしょ。その時、あ、ベッドどうしよう、あ、ソファどうしよう、あ、テーブルどうしよう、こんな考えをして韓国にちょっと帰ることをやめるようで、あれこれ買った理由もあります。今は昔日本に住んでいた僕と違うので、そんな時は、あ、来ないんだと思うけどね。うん、今日本の生活100点の中で100点です。昔毎日行った場所も今は違う感じ。昔は韓国の歌を聴きながら日本の電車を乗ったけど、今は日本の歌を聴きながら日本の電車を乗ります。これも昔と違う感じ。昔は日本語ができなかったので、なんか難しいこと大変なことがあるとき話す人もいなかったので一人で苦しんでいたけど、今は日本の友達も多くて、難しいこと大変なことがあるとき友達とか知らない日本人に聞くことができるから、昔と違う感じ。はい、この理由で僕の日本の生活本当に昔と違う感じです。あと楽しいです。はい、僕は学校行きます。あんにょん。사랑하침대가있었일본에서동전이너무아이렇게많아동전이여기는뭐 쓰레기통이다더럽다너무치우셨죠